どうも、なおちんでーす。メガテン5やっていきまーす。よろしくお願いします。さあ、今日はコメントありがとうございます。主人公のスキル構成ですけども、結局のところ何が正解なんでしょうかという質問をいただきました。ありがとうございます。主人公はアタッカーにもバッファーにもタンクにもなれる、何でもできる人なんですよね。で、その中で、私が大体つけてるスキルっていうのがこんな感じになっております。バフもできるタンクっていう感じですね。これが無難かと思います。まあ確かにアタッカーにすると、まあ最強の存在になれると思うんですけども、使える場所っていうのが結構限られてくる。うん、そこまで、火力は必要ないところが多いので、基本的にはこのバフもできるタンクっていうのが、一番使いやすいかなと思っております。まず、強化水月。ですね。で、方向。で、ラスタキャンディ。で、ランダマイザー、させぎ。で、純月に、腹痛。で、奈落。こんな感じにやっております。まあ、とりあえず、どんな感じで戦ってるのか、お見せしますね。それでは、やっていきますね。レベル999です。まず、タンクなので方向をつけて、攻撃を受けます。で、この、空風鈴とスカー派は、まあ、最近よく使うんですけども、外さないんだよね。で、必ずクリティカルなんでめちゃくちゃいい。で、ここで、全ステータスを上げていきます。OK。でもって、主人公は強化水月で必ず避けるようにしますね。強化水月と、純月の、合わせ技が、スキルターンアイコンの、まあ、点滅ですけども、それが1つ確実に増えますので、これがねむちゃくちゃいいんですよね。で、強化水月でまた攻撃を避けるようにします。で、この花咲き矢は回復に努める感じですね。でもって、敵の能力を下げる、もしくは、マガつきゲージを貯める、まあ、この2択でやっていく感じですね。ドナムがね結構いい感じなんですよね。下げとけ、避ける。で、持って、次方向が切れますので方向を入れる、まあ、結構戦い方としては結構単純な感じなんですけども、まあ、それが強いんですよね。うん、本当に戦いやすい。どの敵とも、相性がいいので、このパーティーが最近本当に多い。どうすか。でもってゲージは溜めなくていい。いや、ちょっと使っとけ。はい、いや溜めなくてよかったね。あぶねえ。さすがに効くね。でもってランダマイザー入れとかないとここはやばいね。で、攻撃を入れていきましょう。避けるやつは絶対にいる。いいね。方向入れんでいいか。あ、でもまあまあやることないんでいいでしょう。で、このターンで倒せますので、回復入れるか。いや、
っと待て。いや、待て待て。とりあえず回復入れときたい。よっしゃ。まあまあ、一回やられたとしても、不屈があるんで、耐えれるので、全然大丈夫です。まあ、こんな感じで、一定の、攻撃方法でやっていくことができるので、いい感じですね。ドラム。で、方法を入れてるので強化していきます。ゲイボルグおぼろ、まあ、火力としてはまあ他のキャラクター入れてた方が、まあ、強いんでしょうけども、まあまあまあ快適さとしてはもうこっちが間違いないんで、いいと思います。ステータスは完璧に上がってるね。あ、ドナルドを入れて、と水月入ってないもんな。よし、 OK、 いいね。あ、次やられるかも。でもやられるとしても全然大丈夫ですね。ランダマイザー、次のターンぐらいでは多分倒せるでしょうし、いいかな。あ、方向切れるか。方向も入れとかないといけませんね。ここおほほほ、全員聞いとるやん。でも大丈夫、このターンで倒しれるんだ。あ、倒せるね。うん、で若干回復も入れといた方がいいんで、これでいいでしょう。はい、ザ、はい、おしまい。安定するね。じゃあラストゼウス行きましょう。いつも通り方向と強化水源からのスタートですね。で今がで全ステータスをアップさせる。強化水源、いいね。でもって、強化水月はまずは入れてますね。よし、で MP も HP も全然大丈夫なので、ここはどうなるので火力を上げていきます。でマイザ、あ、マイザ先の方が良かったか。マイザ先に入れて、で最後の最後に、強化水月が正解だったね。ちょっとミスかな。 OK OK、 ハハハハ、思いっきり跳ね返した。で方向切れるので方向、よし、でバフも入れないと切れるね。で強化水月、ゲイボルグ、ボボロ、でドナム、ここちょっと何もないな。まあまあランダマイザーちょっと上書きしときましょう。3ターンなのでね、延長を入れてないので、ある程度来たら、上書きしていった方が間違いないでしょう。で強化水月、ゲイボルグ、このターンで倒せるね、倒せるね。でドナムを入れて、
あと別何も入れることないんで、まあ、ケースも入れていきましょう。射程機おさえ。はい、それでは戻ってきました。今日はコメントありがとうございました。主人公のスキル構成ですけども、バフタンク型が、一番無難で使いやすいかなと思います。他のね、尖ったスキル構成もいいんですけども、まあ、常に入れておくのは、このスキルが間違いないと思いますよ。強化水月、方向。で、ラッサキャンディ。で、ランダマイザに、サセギ。で、純月、不屈、奈落という感じですね。やっぱり強化水月と純月、このコンボがすごく使いやすいので、まあ、とりあえずそれで、やっていくといい感じになるかと思います。はい、ぜひやってみてください。ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。